こんにちは島田です、えー、今日はですね、えー、予想通りに不合理という、これも、えー、行動経済学の、えー、本になりますね。それのご紹介をさせていただきます。えー、相対性の真相ということで、あのまあ、おとりの選択肢っていうのを作ると売れやすくなりますよっていう。 まあそういう中身なんですけど、えー、どういうことなのかって言いますと、例えばですね、えー、新聞を紙で購読する場合は5000円ですよと。インターネットだったら2000円ですよと。この2つを並べたときに、圧倒的にこのネット2000円でいいよっていう人が多いわけですよね。ところが、 5000円の紙媒体と2000円のネットと今度はこれとこれをくっつけたもので5000円でいいよという3種類を準備するとどうなるかというとネットとこの紙媒体とネットがくっついて5000円が一番人気になるっていう非常に面白いですよね。 なんかそっちの方が得みたくなっちゃうわけですよね。でも本来はその2000円のやつで十分って思ってる人が多いのにそっちに行ってしまう。なんと不合理なんだろうっていう話ですよね。これは A と B を並べるんじゃなくて A と A と B を並べるっていうふうにするとあの A が売れるよっていうことで。 えー、トースターの例が出てたんですけど、まだ当時、トースターっていうものが世の中になかった頃に作って、トースターっていうのを販売したら、全然売れなかったらしいんですよ。それどうすりゃ売れるんだろうっていう話で、じゃあ、おっきなやつで値段の高いのを作んなさいって言われて、作ったら、今度はその A' と A との比較になって、A が売れたと、まあ、そういう話ですよね。 まあ非常に、何、えー、て言うんですかね、比較するものがあると、人間はその中から選ぶよっていうような、えー、そんな話で、まあ、面白い例があったのは、えー、もしあなたがモテたいとするんであれば、あなたとよく似た人で、あなたよりも若干ちょっと、何で言うんだろうな、モテない人と一緒に行くと、 同じタイプの人が2人いると比較できるから、他の人以上にあなたがモテるよというなんかのが載ってましたね。えー、需要と供給の誤解、えー、これがですね、まあ、結構面白いなと思ったんですけど、もともと黒真珠っていうのは、どっからのなんか養殖場で、あの全然売れない商品として。 えー、作られてたみたいなんですよ、ね、全然流通はしてなかったと。それを、えー、ある人が販売するときに、ダイヤモンドとかと一緒に陳列するっていう仕組みを作って、最初から高級品っていう値段にしちゃったんですね。そうしたことによって、いきなり高い値段で、ブワーッと広まったよということで、 需要と供給で言うのであれば、本来であれば、需要もない商品だったのが、高額をつけることによって、それの見方を珍しいっていうことを、えー、まあ高級っていう位置づけで、えー、最初に値付けをしたことによって、爆発的にしかも高級品で広まったよと。ということで、価格をまあ設定するのっていうのは経営者なんで、 いくらに設定するのか、それは経営者の自由で、高く設定してしまうと、それがそのまんま世の中の当たり前になりますよと。えー、C の一貫性っていうことで、まあ、最初はこう意図的につけた値段であっても、それがもう世の中に広まると、それが当たり前になりますよ、つまりアンカリング効果が働きますよっていうことで、例えば、スタバのコーヒーって高いじゃないですか。 セブンイレブンのコーヒー安いじゃないですか。でも、スタバにもいまだに行列に行きますし、えー、セブンイレブンのコーヒーだって売れるよと。じゃあ、なんであそこが売れるのっていうと、アンカリング効果があって、それが当たり前になってるからなんだっていう。ですから、経営者は最初に値段をいくらにつけるかがすごい、ある意味重要になってきますよっていうような話ですね。 それでゼロ、ゼロコストのコストっていう話なんですけど、人間っていうのは非常に無料っていう言葉に弱いんですね。例えば、靴下を買いに行こうと。それで、買いに行ったら、自分が買おうとしてたものとは全然別のものなんだけど、 1>, 1個買うと1個ついてきますよ、無料でつきますよって言うと、なぜかそっちを選んじゃったり、あと食べ放題でもうお腹がパンパンになるまで食べちゃったりとか、あとよくあるのが、送料が3000円以上なら無料になりますよって、これ、アマゾンがやった戦略らしいんですけど、そうすると、 あの例えば1800円ぐらいの買い物をすると、1200円追加で買っちゃうっていうようなことで、それで爆発的に売り上げが伸びたらしいんですね。ところが、フランスではその送料無料じゃなくて、なんか安価な、例えば100円っていうような値段をつけてたらしいんですよ。そうすると 売上は伸びなかったらしいんですよねそれでフランスが同じように他の地域と同じように無料ってやったら売り上げがバンと伸びたと。いかにこのゼロコストっていうものの反響、まあ、無料に対する人間のなんていうんですかね。 騙されやすさっていうんですかね。<laughs> 引っかかりやすさって、単純に半額でしょって思うんですけどね。<laughs> 2個買ってね。<laughs> 1個分っつったらね。<laughs> えー、でも、それに乗りやすいよっていう話ですね。それで、市場規範と社,社会規範を,を人間っていうのは自動的に使い分けてるよっていうような話なんですけど、例えば、 あの嫁さんのお母さんが頑張っていろいろ料理作ってくれてパーティー開きました。それでああ、ありがとねってお金払った瞬間にそこで社会規範だったのがいきなり市場規範が混じるんでふざけんなって話になって怒られちゃうよと。わかりますかね <laughs> だから手伝ってって言ってああ、手伝うよっていうのは OK だけど。 じゃあ100円あげるから手伝ってっていうのを喜ぶのは子供ぐらいで、あとの大人とかは、カやの、そんな金じゃできないよになるよと。だから、手伝って、無料の奉仕で手伝ってもらう分にはみんな力貸すんだけど、そこにお金が絡んで、市場価値っていう的になると、いや、お前、そんな金額じゃできないよって変わりますよっていう。 これすごい面白い話だなって思ったんですね。例えば、プレゼント。えー、引っ越し手伝ってもらって、ありがとうねってプレゼントを渡すのは OK だけど、いや、これ3000円のプレゼントだからって言った瞬間にダメになるっていうね。これまあ面白いっていうね、感じがしたんですけど。あ,あと、先延ばしと自制心って。なぜ人間は自分がやりたいことなのに自分にさせることができないのか。 まあ運動にしろ、ダイエットにしろ、読書にしろ、自己啓発にしても、結局ね、なかなかやりたくないわけですよ。なかなかそれがうまくできない。これはまあ宣言したり発表することによってうまくいく可能性がありますよ、みたいな話ですね。それで価格の力っていうことで、フラセボ効果、まあ、薬とかで 一粒10円だよって飲むのと、一粒1万円だよっていうので飲むのとで、効果がやっぱ違うわけですよ。同じフラシボ効果なんですよ。にもかかわらず、価格高い方がなんかありがたいみたいなね。これは、あのかなり昔からというか、現代もずっとこのフラセボ効果っていうのは続いてるんですけど、あのロイヤルタッチって言って、 あの国王かな、なんかにこう触られると、どんな病気も治っちゃうみたいなね、それで本当に、おお、くなったみたいなね、人がずっといたり、あの現代になってからも、必要ない手術が結構やられてて、でもそれで、なんとなく半年間ぐらい調子が良かったり、人間は思い込みで、そこそこの病気は治っちゃうっていう、<laughs> そんな話ですよね。 それで、えー、品性っていう話なんですけど、これ、面白いのがですね、えー、アメリカ全体での強盗による、えー、損害金額が2億、5億2500万ドルだったらしいんですね。それに対して、なんと着服とか横領で、えー、使われた金額が、 6000億ドルっていうことでもう何,何十倍何百倍あの要は我々我々というかねちょっとしたことでこれぐらいいいだろうやっちゃうっていうことですよね例えばあの会社の備品である鉛筆を持って帰った経験ありますよね <laughs> それも ある種の横領じゃないですかっていう。それがお金が置いてあったら誰も持って帰んないじゃないですか。ところが、物品だとかそういうものだと思わずそういう行動に出てしまうのが、この人間の不思議なところですよっていうことで、えーまあ、接待にしろ、何にしろ、いや、いいじゃないみたいなのがあるわけですよね。<laughs> じゃあなんでお金ならダメなのっていうね、<laughs> そこの辺が非常に。 こう人間の人間らしいところかなっていうので書いてありましたね。それで人間っていうのは予想通りに不合理なんだよと。それで経済学の中で言うと人間っていうのはそのちゃんと考えて行動するもんだがで作ってあるのが経済学で行動経済学っていうのは不合理だと。人間って変な行動するよっていうので作られてるもので実はこっちが ね、エビデンスとか取ると正しいんだよっていうことで、えー、そっちで考えたほうがいいよと。それでまあ我々、われわれ、セールスやる側とすると、いや、使えるよなっていうのがね、非常にたくさんあって、まあ、特にこの本は読みやすいんで、ぜひ皆さん読んでみてください。終わります。